グトゥカーウルグトゥカーはインドなど南アジア地域における試行品。主にインド国内で生産、製造され、その他の近隣国にも輸出されている。インドでは約5センチ四方の小さな使い切りパッケージで売られていることが多い。インドで多くの成人が日常的に口にしており、中には青少年向けの商品もある。また、チョコレートの香り付きのもの。 公衆剤として売られているものなど様々な種類が売られている。グッドゥカーは粉っぽい細流状であり、口の中で下唇と歯茎の間や舌の裏側に入れておいて味わうものである。口にしているとタバコよりもいくらか強い刺激を得られると言われている。グッドゥカーには様々なものが調合されている。最も主要な成分はヒンディー語でスパーディーと呼ばれるビンド道ジである。 それを細かく砕いたものに加えて、タバコ、その高みや香り付けの品なども配合されている。貧乏時による緩やかな興奮作用がある。インドではパーンと同じように非常に多く消費されており、乗用車の体に高が癌などを深刻な悪影響を及ぼす原因と見られている。高い依存性があり、発癌性も指摘されていることから、インドではグトゥカーをめぐって議論が高まっている。 そのため、多くの地域では、州政府が重い販売税を課したり禁止令を出すなど、グッドカーの使用者を減らそうという試みが行われている。中には、グッドカーを年齢的に早い段階から口にするものもおり、その甘い味や安く容易にどこでも入手可能なために貧しい子供たちの間で多く、消費されるという傾向もある。そのため、そのような子供たちは、がんの前段階となる。 様々な機能障害を極度に早い年齢で発症することがある。また、含有成分にタバコとして明記されていなかったり、明るい色で子供の顔が印刷されたパッケージでキャンディーとして売られていたりするため、中にはキャンディーの一種だと思い込んでグッドカーを口にする子供もいる。その他、インドの社会的な慣習において、子供の喫煙は許容されないが、グッドカーならば、 口の中に入れていても他の人から分かりにくいため手を出しやすいという背景もある。そのような青少年の乗用者の場合、発言の兆候の多くは高校や大学の段階から現れる。グッドカーを口の中に入れていると徐々に溶け始め赤色に変わってゆく。口の中で一通り味わった後、グッドカーは手近な地面や壁際などに吐き捨てられる。 吐き捨てた箇所は赤いシミのように汚く染まり、なかなか酔いには色が落ちない。自宅や所有する建物の壁をそのような赤いシミで汚されることに絶えず行を煮やしている人も多く、グッドカーを吐きつけられないよう壁に神様の絵を描くなど対策が取られている。ありがとうございます。